阪神岡田監督が及川正樹を高評価、ずっとええやんか。練習試合、広島0、4阪神、18日、沖縄、コザ新金スタジアム、阪神及川正樹投手、22、下降アピールに成功した、4番手で6回から2回パーフェクト、勢いのある直球が低く決まり、新球カットボールも効果を発揮。岡田監督は、ずっとええやんか、ブルペンでもええボールいっとる、と高評価、役割については即断しない方針だ。大竹が離脱したとしても投手は簡単に穴が埋まりそう。むしろ有り余ってる感じ。及川が予想よりずっといい。村上才木と青柳は確定で、調整遅れの大竹に私有 VS 門別及川ちゃうか。シーズン途中からそこにハルトやビーズリーが加わると、全員調子良いならなか7日で門別と及川投げましょうでもいい。地味に及川が順調そうやな。どう使われるのかいまいち読めんけど、及川は足を上げた時にまっすぐ立つようになって良くなった。及川は先発でも出番ありそうやな今年。及川の独特のひねり方好き。どうやって見つけるんだこんな投げ方。めちゃ良くなったな。制球が良くなった。およよええで。およよ合格や。およよええやん。そろそろ本格化やね。先発仕様にアップデートしてきたな。先発いけるんじゃね。及川。及川仕上がったか。左腕王国完成間近。来年は金丸も加えて。ヤクルトなら余裕でローテ入りやろうな。フォームがダイナミックだから先発だと体力が持つかが心配。およよは他に行けば開幕ローテ3番目くらいに入れる。及川は順調に成長してるのに一瞬はなんで迷走してるんや。なるほどロングで先発テストなんやな。およよマジで先発やらせるんか。及川は先発するなら緩急差ある球種欲しいな。カーブとかあればぐっと幅も広がるし、3巡目4巡目も攻略しやすくなる。及川は長いイニングいけるから第2先発待機になるかもしれないが、去年の村上みたいに飛躍する可能性もある。及川は変化球だな。左の先発では球速出るだろうし、右に投げられる変化球習得すればいける。およよその調子で抑え続ければおのずと評価は上がってくるからね。頑張れよ。およよ褒められてる。でもまだ先発で行くって決まってない感じ。今年の阪神で密かに楽しみなのは先発及川。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。